すっげー。で合わせる。よっしゃ、乗った。おはようございます。釣り車中泊旅中の漬物です。今回は北海道編第4話かな。今日ね、漬物は北海道の留萌市におります。前回留萌市に到着して、でキャンプ場でね、車中泊をして、でそこからね2日ぐらい経ってるんですけれども、留萌市でね2日ぐらい滞在して何をしてたかっていうと、動画編集をしたりとか、あとはそのパソコンを充電するために持っているそのポータブルバッテリー、これをねちょっと充電するためにホテルにね宿泊をしていました。いつもはね費用を安く抑えるためにネットカフェを利用させてもらうことが多いんですけれども、この辺りねネットカフェがないんですよね。で100キロぐらい内陸に走った旭川の方にはねネットカフェあるんですけれども、そこまで行ってね、安いという理由でそこまで行って往復200キロを走るっていうのはね、ちょっと効率が悪いなと思ったんで、今回はね珍しくホテルに宿泊してきました。久しぶりのベッドでの睡眠はめちゃくちゃ気持ちよかったです。というわけでね、今日もね日本最北端宗谷岬を目指して車を走らせつつ、途中どこかで釣りをしながら旅をね進めていこうかなと思います。ですけども、その前にちょっと寄りたいところがあるんで、寄らせてください。はい、ありがとうございます。ツイッターの DM で視聴者さんから連絡いただいたんですけれども、その方サーフの釣りをやろうと思ってたくさんルアーとかいろいろ揃えたんだけれども、事情があってサーフの釣りをやらなくなったので、その道具をね漬物に譲ってくれるということだったんで、送ってもらいました。わ、すごい、フィッシュグリップまで入ってる。こんなのもいただいていいのかな、本当に。うわ、すごっ、ルアーがすごい、何個あるんだろうこれ。うわ、しかもルアーもデュオのアクシオンとか、ダイバのショアラインシャイナーとか、あとブレイズアイさんのこうエボルーツとか、一流ルアーばっかりじゃないですか。うわ、これリールまで、しかもこれダイバのセルテートですよ。うわぁ、こんなの本当にいただいていいのかな。本当にありがとうございます。大切に使わせていただきます。はい、というわけで北海道のね砂浜にやってきたんですが、今日はどういう釣りをするかっていうと、はい、これですね、ガルプですね。この間もこれでね釣りをしてホッケとかアイナメとか釣ったんですけど、今日はねこれを使ってカレイをね狙ってみようかなと思います。普通カレイってね、虫餌ゴカイとかアオイソメとか使ってやると思うんですけど、ワームでねカレイを狙ってみようかと思います。カレイの魚影豊富な北海道ならこれでねカレイ爆釣できるんじゃないかということで、今日はこれを試してみようと思います。とりあえず仕掛けの方はこの間もお世話になったこのデコイのねシュアゲーシリーズでやってみようと思います。使うタックルはいつもサーフで使ってる長めのルアーロッド、そしてリールは今回視聴者さんからいただいたダイワのセルテートを使わせていただきます。よし、じゃあ早速やってみますか。行ってこい。まずはそこまで沈めて、でキス釣りみたいな要領でゆっくり巻きながら探ってみようかな。キス釣りするときはこう人が歩くぐらいのスピードで巻くって言うんですけど、カレイは多分そんなに動きが速くないんで、
もっともっとゆっくり動かしてみようかなと思います。まあ思いつきでやってる釣りなんで釣れるかどうかは正直わかんないですけどね。この北海道編、どれぐらい北海道に滞在するか全然決めてないんですけれど、この北海道滞在中にどれぐらいの魚種釣れるのかっていうのにね、チャレンジしてみようかなと思ってます。今すでに6種目達成してるんで、まあ20種目ぐらいはいけるんじゃないかなというふうにね考えてます。お、ほら動物の足跡、この犬みたいな動物の足跡は多分キツネですね。北海道はねキツネいっぱいいるんですよ。漬物も今回この旅始めて3回ぐらいねキツネ見かけましたね。でもキツネすぐ逃げちゃうんでなかなか映像撮れないんですよ。チャンスがあったらねカメラに収めて皆さんにお見せします。よし、じゃあ次はちょっと港にお邪魔させてもらってやってみようかな。ここなら結構水深あるからカレイいると思うんだけどな。カレイっていつがベストシーズンなんだろう。お、食った、なんか食ってるぞ。なんか今食ったぞ。カレイだったらちょっと待った方がいいと思うから待ちます。うん、意外と当たりませんな。いたら普通に釣れると思うんだけどな、カレイ。え、めっちゃでっかいタコいるんだけど、やばすげえんだけど、ちょっとほらめっちゃでっかいタコいる。ほらすっげー、1キロは優にありそうな感じですよ。めっちゃ釣りたいけど多分北海道タコ釣っちゃいけないんじゃなかったかな。なので彼はそっとしておきます。まあたまにはこういうのんびりした釣りもいいもんだ。うん、もっと楽に釣れると思ったけど甘かったですね。よいしょ。いやー意外と釣れないですね。どうするかな、このままカレイをやり続けるか、もうすぐ家まずめなんですけど別の釣りをやるか、ちょっと悩んでるところです。くー、何が何でもカレイ釣ってやる。行ってこい。今日もかなり走ってしまったな。もうだいぶ北上してきましたよ。お、食ったんじゃない、食ったんじゃない、食ったんじゃない、これ。あ、食ってる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 。カレーかな。ちょっと待って、合わせる。よっしゃ、乗った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 。結構大きい、結構大きい。なんだろう、やった、厳しかった。あ、カレーだカレーだカレーだ。お、危ない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 。お、なかなかいいカレーじゃん。よいしょ、抜けるかな。よっしゃ、来た、やりました、ガルプでカレー釣れました。しかも大きさ結構大きいですよ。30センチぐらいありそうな感じです。これなんだろう、沼ガレーかな、トウガレーってやつなのかな。黒頭ガレーじゃなさそうだけど何ガレーだろう。漬物ね、あんまりカレーは詳しくないんでちょっと判別が今はできないですね。釣り旅北海道編7種目目やりました。よし、とりあえずカレイ釣れた。目標の魚を釣ることはできたぞ。でも一日頑張って一匹じゃなかなか厳しいな。
もっとバンバン釣れると思ったんだけどな。でもすごいな、釣りをするたび釣りをするたび新しい魚種が釣れて、北海道は本当面白いな。なんちゅう声で泣くんや。ほわーって言ってたな。なんか食った、なんか食ってるよ。多分なんか食ってる。あ、食った食った食った。よし、乗った乗った乗った。よっしゃ、乗ったぞ。なんだ今度は。お、なかなか引く。お、これはなんだ。あ、君ですか。さて抜けるかな。よいしょ。ほっとー。はい、釣れたのは毎度おなじみウグイちゃん。大きいですね。40センチ近いウグイちゃんです。ほんと。ウグイはどこ行ってもいるな。すごいな。砂浜にもいて、港にもいて、河口にもいて、なんか本州で言ったらクサフグみたいな扱いなんだろうか。クサフグもどこにでもいますもんね。ん？当たった今。あ、これ食ってんじゃない、食ってんじゃない、食ってるっぽい。ほっ、よっしゃ、乗った、乗りましたよ。ん？跳ねた。はい、やっぱりウグイちゃんでした。君は本当によく釣れるね。よいしょ。あ、今日はねちょっと風が冷たいですね。風が強いし冷たいんで体が冷えてしまいました。まあワームでカレー釣りは思ったほどこう釣れなかったですけど、まあとりあえず本命が1枚釣れただけでもよしとしましょうか。さて、本日も車上食堂やりますか。はい、では釣ってきましたカレイ、さばいていきますか。このカレイはいろいろ調べたんですけれども、沼ガレイっていうカレイみたいですね。川ガレイって言われたりもします。で、そう、このカレイね、あれなんですよね。普通あのカレイとヒラメの見分け方って、左ヒラメの右カレイって言って、その向きで見分けるじゃないですか。このカレイはね、あの変わっていて右カレイじゃないんですよね。ヒラメと同じで左向いてるんですよね。だからね、結構見分けるの簡単なんですけど、知らなかったんでね、あの全然見分けられなかったということですね。このカレイね、なんかすごい変わってて、なんかね、イボというか硬い、これブツブツみたいなのがね全身にあるんですよね。これ病気とかじゃなくて、こういう種類みたいです。ほら、包丁でこうやってやると、この硬いイボみたいなのに当たってガリガリとね音が鳴ります。で、その普通の魚みたいになんか細かい鱗はなさそうですけど、ぬめりがねすごいんで、このぬめりをねまず取っていきます。よし、なんとか体のぬめりは取れましたね。この表面のイボイボもだいぶ包丁で削ってマシにはなりました。まあでも完全に取れたって感じじゃないけど、まあ、このままいくか。よし、じゃあヒラメさばくみたいに5枚おろしにしていきます。はい、川ガレイさばき終わりました。やっぱヒラメと同じで、背中側の身は青くて、お腹側の身は白いんですね。よし、じゃあカレイの身を、まあ、半分ぐらいに切っておきますか。で、両面に軽く塩コショウを振っておきます。で、これは片栗粉ですね。
そしたらカレーに片栗粉をまぶします。カレーを揚げていきます。はい、今日はこれを使います。セイコーマートで買ってきたニラ炒めミックス。こういうのはね、すごい便利ですよね。まあこの辺スーパーがないからコンビニで買うしかないっていうのもあるんですけど、一人の場合野菜丸々1個だと余っちゃったりしますからね。じゃあ炒めていきます。これはもやしとニラと人参が入ってますね。軽く炒めたら水を入れます。そしてスプーン1杯ぐらい中華スープの素を入れます。そしたらこれ合わせ調味料、お砂糖、お醤油、お酢、ケチャップ、そしてお酒です。これを入れます。でここに水溶き片栗粉を加えてとろみをつけます。そしたらさっき揚げたカレーに上からかけていきます。はい、今夜の車上食堂、料理が完成しました。皮ガレーの甘酢あんかけです。いただきます。さて、皮ガレー、一体どんな味がするんでしょうか。いただきます。なるほど。まあ、美味しいは美味しいですね。身はね、すっごい柔らかいですね。ふわふわです。ただ、そうだな、このカレー自体の味、魚の身自体の味ってそんなにないな。さばいてる時に気になっていた、ぬめりから来る臭みっていうのは全然感じないですね。魚自体に癖はなくて、割と上品な味わいですね。あ、美味しい美味しい。なんかこう、魚自体の味わいが淡白なんで、最初こう口に入れた瞬間は、この甘酢あんかけの、このあんかけの味に負ける感じはするんですけど、ずっと噛んでると、後からこのカレーの旨味が出てきて、なかなかいけますね。さて、今日は揚げ物なんで、ビールをいただきましょう。北海道限定、札幌クラシック買ってきました。いただきます。札幌クラシックって苦味控えめで飲みやすいビールですね。やっぱり揚げ物にはビールがよく合う。そういえば、皮ガレーの表面にあった、イボイボみたいなやつ、全部取り切れなかったんですけど、揚げちゃうと全然気にならないですね。やっぱこの魚、結構ふわふわで、柔らかくて、悪くないな。釣ったことがない魚、そして食べたことがない魚、それをどんどん消化していけるこの旅は、やっぱ楽しいな。今宵の車上食堂もなかなか良きものでした。ごちそうさまでした。